あれ、ボタン押さないと青にならないかな。おお、よかった。お、あれは勝ちどき橋かな。はい、生まれて初めて築地本願寺にやってきたよ。どなたですか？お邪魔します。今右端っていう感じ。おっと、なんだか美味しそうなものを発見したよ。ちょっと覗いていこっかね。お蕎麦にうどん、天ぷら、お、ビジネスランチ、いいね。お、スイーツがミルク味の氷か。お、モーニング400円から利用できるね。テイクアウトもございます。9時からオープンしております。今まだ8時だからちょっと覗いていこうね。こんな感じのお店ね。はーい、お邪魔しました。またいつか来ます。なんだかヨーロッパというかギリシャというか外国の雰囲気。謎の動物がいるよ。あー、水が気持ちいいな。エジプト？すんげーな。お、6時に開くんだね。じゃあ朝の鐘は開いたよっていう合図だったんかな。お、牛がいるね。これは何ですか？お土産？明日の命はない。はーい、今日を大事に行きます。本願寺には御朱印がないのはなぜ？確かに気になるね。おっと、テラコン。ほう、誰か私と一緒にテラコンしないかしら。何？ポイントカードがある？すげえな。おっと、ライブ中継されておりますね。おや、なんだか教会みたいだね。椅子も座りやすそうな椅子からパイプ椅子まで。これより先立ち入り禁止。はーい、おや、佃煮。はい、じゃあ挑戦してみましょう。一礼して、お焼香して、で手を合わせて、違うよ、ナモ阿弥陀仏って言ってね。はい、ナモ阿弥陀仏、どうでしょうか？合格いただきました。ありがとうございます。おお、複雑に絡み合っておりますな。あれ、私がお焼香したら片付けられちゃった。何、消毒すんの？ごめんね、ご迷惑おかけしております。
おや、なんか移動したんだね。なんでだ。まあいっか。じゃあこの階段を下ってみましょう。ん？猿かな？合同墓の待合室？おや、X ジャパンはここに眠っておるのか？なんだかちょっとブライダルサロンみたいね。おや、なんだか美味しそうな写真発見。さっきのお店で食べれんのかな。ここはまたなんだか病院みたいな雰囲気ね。建築詳しい人が来たら楽しめるかもね。おや、しかも100円、お買い得。やあ、こんにちは。現代で僕は頑張っているよ。任せといてね。はい、汚れてるね。そろそろ洗濯しなきゃね。うわあ、お風呂苦手。にっけろー。の動物でしょうかね。とりあえず記念撮影。なんとかかんとかのお墓。はい、ムチでございます。ムチムチしてるから許して。はい、なんだか美味しそうなものがありそうな雰囲気なので吸い込まれてみた。はい、光って見えない。だいたい回ってきたかな。本願寺カフェ、9時から営業。はい、通り抜けできます。通り抜けたい。どうしようかな。メニューとかわかります？朝食って感じですか？そうですね。なるほど。もうちょっと今お腹いっぱいなのでね。ありがとうございます。通り抜け失敗、残念。では出てみましょうと思ったらエレベーターがあった。いや違う、駅に直結してんだ。ほう。てなわけで本日は築地本願寺をご紹介いたしました。参考になりましたら幸いでございます。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。